僕は榎本さんと合流するため現場検証が行われている公園にやってきたってことで、入り紙3実況を続けていきたいと思います。トイレの花子さん、カオル編ですね。封鎖区域が公衆トイレの周辺から公園全体に広がっている。僕は警官に身分を明かし中に入れてもらった。榎本さんは捜査陣の中でキビキビと動いている。先ほど式部先生に葉っぱをかけられたおかげなのか、今日の彼はいつもと違う。お疲れ様です榎本さん。どうもお疲れ様です羽黒さん。いきなりですみませんが、厄介を頼まれちゃくれませんかね。何です、僕にできることだったらだったらしますよ。助かります。それじゃあ悪いんですが、あれの対応を。あれですね。榎本さんが指摘したのは、カメラ片手に勝手に撮影を繰り返している女性だ。おそらくマスコミなんだろう。おそらくマスコミじゃないですね知人ですね。今朝自分が現場に戻ってきてからずっとあの調子なんですよ。榎本さんが呆れ果てたように言う。今朝から、事件が起きた直後から現場に張り付くとは、なんて鼻抜きく記者だろうか。もはや都市伝説だからね、あの女は。封鎖しているのに公園の中に入っている。これでは捜査に支障をきたしかねない。生きてるか死んでるかぐらいしか違いがないからね、怪異とちょっとあなた、公園の外に出てください。僕が大きな声を出すと、彼女はすぐに気づいた。指示に従うと思いきや、つかつかとまっすぐに僕のところにやってきた。そして一斉を発する前に名刺を差し出した。あ、誰だ、え、知らない人だ。あ、ごめん、ゆうかさん。ゆうかさん、ごめん。あらぬ嫌疑をかけてごめん。聞いたことがない新聞社だ。地方新聞社なのだろう。でもどうしてわざわざ都内の事件に。しかも胃の一番で。その気持ちを悟ったのか、彼女は口を開いた。あ、え、あ、んあ、え、あれだ、こけし。こけしだ。ミキちゃんの、ミキちゃんじゃない、あのゆうかちゃんの事件の時のあの子だ。あの新聞部かなんかの子だよね。うわ、今ゾッとした。早速ですが、この事件何か進展は。あ、え、俺さ、ちょうど、いや、もうなんか、あの、あれな、ちょっと落ち着くな、一旦落ち着くな。ふとよぎったのがね、まあ、この子が出てきて確信にも近くなったんだけど、あの大きな黒い羽ってさ、優香ちゃんの事件の時に出てきた天狗だっけ。天狗もさ、なんかカラスみたいな、めっちゃいかつい鳥みたいな見た目しなかったっけ。あの事件だ、羽黒薫だしさ、あの事件につながっていくんじゃないのこれ。早速ですが、この事件何か進展は。進展も何も、まだ事件とも事故とも分かりません。では捜査は難航していると。言葉を簡潔にまとめるのはいいけど、妙な印象操作をしないでください。しかし分からないと今言いましたよね。つまり両方の線からと、ここまで言って気がついた。見た目は若いが、なかなか相手から言葉を引き出すのがうまい記者さんだ。彼女はこちらが持っている情報をできる限り持ち帰ろうとしている。とにかく捜査の邪魔はしないで、さあ公園の外に。僕は押し出そうとしたが、それも躊躇した。無理に体に触れたら、猛烈な抗議をするだろう。下手すると報道の自由を犯した悪徳捜査陣とコラムを書かれるかもしれない。その意図があるのか、当の記者下橋美希さんは動こうとはしなかった。僕は大きくため息をつく。下橋さんに聞かれたって構うものか。僕は下橋さんに、取材の理由を尋ねる。しつこいくとクレームを入れる。まあ、クレーム入れてもしゃあないしな、取材の理由を書く。けど、なんで地方新聞社さんが。私の地元で今回と類似するような事件が多発しているからです。え、たまたま所用で東京支局に来ていた時に一報が入ったので駆けつけました。ここと同じ事件が地方で。何ですか、田舎で都会の事件が起こるのはおかしいとでも。ピクッと手にしていたペンとメモがかすかに動く。おっと、ゴシッパ勘弁してくださいよ。それよりも聞かせてください。あなたの地元で類似の事件が頻発って。尋ねているのはこっちです。そっちの情報を渡さず、こっちの情報だけもらおうとするのはフェアじゃありませんが。この野郎なんだかこの人、僕のよく知っている人とイメージがダブる。警察だって今情報が欲しいんです。本当に類似事件が。疑ってるんですか。どこまでが類似なんです。どういう意味ですか。質問を質問で返さないでくださいよ。僕は大げさにため息をつき、肩をすくめた。このまま彼女と話を続けていても、狐の化かし合いが続くだけだ。
仕方ない、ここはあえてつっけんどんな態度を繰り出してみよう。子供でもわかるように言います。あなたの地元で起きた事件が今回の事件とどこまで同じか僕は聞いているんです。血痕のみ発見され後日に遺体が出てきたという事件があちこちで起きているとは思えない。ただ身元不明の死体が発見される程度ならこれ以上ここで話を続ける意味はない。しかし仮に彼女の持っている情報が事件と何らかの関係があるなら話は別だ。それを確かめるためにも情報のリークは彼女からしてもらう必要がある。ちょっと羽黒さん、そこでいつまで話をしているんですか。だがそんな僕の意図は切羽詰まった榎本さんに阻止された。いいわ、いいとこなんだから邪魔しないで榎本君。この人いい意味でも悪い意味でも実直なんだよな。はあ、またお話しする機会があればその時にでも。え、待ってください、話はまだ。これ以上この場にいたらそこの刑事さんに本当に逮捕されてしまいそうですし。では。軽くお辞儀をして下橋さんが足早に去っていく。その後ろ姿を見送りながら僕は人払いには向いていないのだと実感した。羽黒さん、今のやつは。こういう人ですって。僕は名刺を見せた。榎本さんはそれを確認しながら忌々しげに舌を打つ。まったく、マスコミはどこで嗅ぎつけてくるのか。でもまだ若いよね、あの子。優香ちゃんの一個下とかでしょ、確か。21とかじゃないの？困りものですよね。それよりも羽黒さん、ひとまず現場検証が落ち着きましたよ。個室の壁からルミノール反応は検出されませんでした。なるほど、つまり壁に血はついていなかったということですね。これであとは検視結果を心待ちにするだけです。鼻息荒く意気込む榎本さんに僕はプッと笑う。検視結果を心待ちにする人なんて初めてですよ。すみません、またやってしまいました。シュンと萎縮する榎本さんはまるで小暮さんのようだ。しかし榎本さんの言葉もまといている。他に目新しい情報は得られなかった。発見された老婆の遺体の謎がさらに深まっただけだ。なぜ全身、しかも背中にまで血まみれになっていたのか。ただの吐血では説明がつかない何かをはっきりさせるには検視結果を待つしかないだろう。それをまんじりと待っていても仕方がない。僕は榎本さんに別れを告げた。気になることがあるからそれを調べますと。それはさっきの新聞記者の言葉。私の地元で今回と類似するような事件が多発しているからです。その言葉を裏付けたい。久しぶりに編纂室に顔を出してみよう。いやー、まさかそう繋がってくるとは思わなかったな。どうもこんにちは、ご無沙汰しております。すなに虚しく響く僕の声。編纂室には誰もいなかった。ご無沙汰っつったかで2日ぶりぐらいでしょ。玉込先輩たちは相葉学園に出向いているのだろうが、インド警部までも姿が見当たらない。いつものことだよ。平常運転だよ。きっとみんなが出払っているのをいいことにパチンコかどっかに行っているのだろう。僕は脱いだ上着を椅子に引っ掛け、奥の書棚に向かった。怖い。お目当てはもちろん下橋さんが語った類似事件だ。もし本当に類似をしているのなら情報を断片的でもここに収められているかもしれない。膨大な書類の中からお目当ての情報を探るのは妙にワクワクする。まるで宝探しのようだとワクワクしたのはものの数十分だけだった。ふう、全然終わりやしないよ。ファイルを取り出しても取り出しても、ページをまくれどもまくれども、僕が追っている事件の類似案なんて、類似事案なんて見つかる気配がこれっぽっちもしない。彼女の地元の事件だから東京都を管轄する警視庁にファイリングされていないのだろうか。それともここに収められるべき事件の性質じゃない、つまり僕好みのオカルトテイストの事件ではないということなのか。参ったな。僕は背筋を伸ばして一息ついた。その時入り口付近の机が目に入る。そこには年代物のパソコンがあった。予算配分が一番後回しになる部署だからってパソコンぐらいはある。もちろんネットにだってつながって。ネット？そうか、ネットを使って。僕は机に戻ると早速ネットに接続した。この形のモニター久しぶりに見たな。無駄に正方形に近いやつね。そこで思いつく限りの単語を放り込む。死体、トイレ、外傷なし。だが僕の求めるものとはかけ離れた記事が数十万件ヒットした。何度もキーワードを変えてみるが、それらしき記事は見つからない。これ絶対優香ちゃんの事件につながるんだよ。いや、めちゃくちゃ面白いわ。悪戦苦闘を数時間繰り返したとき、集中力も限界に近づいてくる。もはやキーワード入力もやけっぱっちになっていた。神隠し、結婚、行方不明。なんだこのサイト、
海外の無料ウェブスペースにて作成されたサイトだ。大丈夫？ひなみざわの話にならない。10年前に流行したアンダーグラウンド系サイトにデザインが酷似している。黒、赤、緑などがデタラメに配色され、単純な動画がびっしりと貼り付けられている。昔はこういうサイトで、ウェアーズなどと称する違法行為を繰り返すものだった。だが、ホームページの内容は、しびれた僕の頭を刺激するには十分だった。大量の血痕を発見、死体は捜査中、現代の神隠しか。そんな見出しが踊る。僕はじっくりと読み込むことにした。それは2000年の初春の頃、丸月末日だった。愛村に住む T さんが行方不明になったという一報を受け、地元警察のみならず県警まで動員した大規模な捜索活動が行われた。麓では春の兆しが見えていたというものの、消息が途絶えた山中では名残雪がまだ深く残っている有様で、捜査は難航を極めた。名残雪で合ってるあれ。何の成果もないまま数日が過ぎ、冬の名残の雪、違いましたね。名残の雪もちらつく中、捜索活動は打ち切りになろうとした時、森林から大量の血痕が発見されたのだ。昨日降った雪の上に付着しているものから負傷したタイミングは近い。しかもこの量ならば致命傷になっている可能性も考えられる。冬眠から早めに目が覚めた熊による蛮行かとも思えて、地元の猟友会とも動員されたが、そこには幾多の奇妙な点が確認された。発見されたのは血痕のみで、 T さんの遺体はおろか傷ついた体を引きずった跡はなかった。しかも発見場所からは熊の足跡は一切ない。ただそこにポツンと血痕があるだけだ。それでも捜索隊は必死に T さんの姿を探したのだが、一切見つかることがなかった。結局は捜査が打ち切られたが、雪解けによって緑の大地を見せた陽春になっても T さんは見つからなかったという。またこれは噂話なのだが、血痕を詳細に鑑定した結果も首をひねるしかない結果だったのだ。血痕は鑑定の結果男性のもの、その正体は誰にもわからない。だがいつしかそれが噂となり、村を駆け抜けた時には T さんは神隠しにあったと噂ばかりが横行したという。トイレで発見されてはいない山中での不思議な事件だ。いや、これはただの創作話かもしれない。 T さんって富武さんじゃないよな。だが話の節々に感じる相違点は一体どう説明すればいいのだろうか。僕は下橋さんからもらった名刺を確認した。そこに書かれてあった新聞社を確認して、そのホームページにアクセスする。そしてさっきの文章に記載された日時に狙いをかけて記事検索してみた。あれ、データが壊れているのか、文字化けするばかりでまともに読むことができない。設定をあれこれ変えてみるが、結果は同じだ。仕方なく僕は全国紙のホームページに移って同じように記事検索をかけた。だが結果はやはり同じ。読むことなんてできなかった。それなら僕は警察庁のデータベースにアクセスした。ここならば何とかなるかもしれない。だがここもだ。民間のものなら分からなくもないが、どうして警察庁のサーバーまでおかしいのだろう。まるで誰かがこの情報を隠蔽している気が。一体誰が。その時だ。珍しい、この黒電話が鳴るなんて。この監視部署に電話するなんてどんなもの好きなんだろうか。大抵こういう場合ろくな電話しないって決まっている。僕は手を伸ばして受話器を手にした。はい、こちら警視庁編纂室ですが。ええってなんだ。今日疲れ低くなるように聞き返した声は女の人のものだった。もしもーし、聞こえてますか。あなた誰。いぶかしそうに聞く声は明らかに警戒している。誰って、警察署編纂室所属の羽黒です。羽黒薫は。あ、先日新しく配属されたんですけど。ぎこちない会話が散発的に続く。どう返していいものやら困って、相手の出方を待っているうちに沈黙の時間は長くなってしまう。新人さん。まあそういうことです。失礼ですが、そちらはどちら様ですか。墨の大学の間宮だけど。おー、ゆうかちゃん。ああ、桐崎先生の。そうそう、おもくま？玉込先輩は今出払ってますが。そっか、赤いちゃんちゃん子について分かったことがあったから電話したんだけど。携帯は？それが電波が届かないのよ。なんでタメ口なんだよ。
おかしいやろ。そうですか。よければ折り返させるように伝言しておきますけど。どうやら間宮優香さんはあまり物おじしない性格のようだ。まるで友達の家に電話したかのようにざっくばらんな様子だ。ちょっとおかしいんだよこいつ。ごめんね羽黒くん。どうします？やっぱいいや。新人くん今そこに一人？はあ、そうですか。だったら出てきなさいよ。え？どうせ暇なんでしょ？ちょっと私の調査手伝ってよ。そんな薄暗い地下にこもってるよりは成果があるわよ。いや、僕も仕事があるんだけど。いいからいいから、さっさと来なさいって。なんだ、どうしてこの人は先輩風を吹かせているんだ？いえ、でも組織でもない人に指示されて外に出るのは。それは確かに、私は警察関係者じゃないわよ。でも、関係者じゃないとは言えなくもないのよ。電話先でふふんと胸を張る様子がありありと想像できた。どういうことです？私はね、警察ではできないことを闇で請け負っている仕事人なの。ちょっとごめんな、羽黒くん。こいつ頭おかしいんだよ。ごめんごめん、狂ってんだわ。は？そう、いくつもの怪事件を華麗に解決し、編纂室を陰で支えている重要な役割を担っているのよ。僕も人のことは言えないが、これだけは言える。彼女は嘘つきだ。しかも見えっぱりの。いや、嘘つきっていうかね、おかしいんだよ。許してやってくれ。今だって思うくんたっての願いで動いてるんだから。へえ、じゃあ玉込先輩の押しかけ女房なんですね。そんなんじゃないってば。とにかく。受話器の向こうからコンと咳払いが聞こえる。さっさと出てきてよ、新人くんでしょ。私の方がある意味先輩なんだから。いや、でも。じゃあ情報交換、それならどうよ。正直玉込先輩たちから離れて別行動しているから彼女に会っても意味がない。だが彼女は僕に興味を持ったのか、どうしても会いたいようだ。今回だって赤いちゃんちゃんこの事件に一役買ってるのよ。それはそれは。でも僕は僕で仕事がありますから。じゃあどうして編纂室でお留守番なのよ。新人だからそれしかできないんでしょ。みんなを一泡吹かせるチャンスよ。いえ、別の事件に関与しているんです。え、赤いちゃんちゃんこ以外、赤いちゃんちゃんこ以外にも面白そうなオカルト事件があるの？しまった。彼女にも下橋さんと同じように話を引き出されかねない。ちょっと教えなさいよ。私は先輩なのよ。もう切っていいと思うよ。もう怪異みたいなもんだからね。いつの間にか彼女の中で僕は後輩に認定されてしまったようだ。さっさとなさい。じゃないと新人くんがサボってたって告げ口しちゃうんだから。それはまずい。ポットでの僕より長く出入りしている彼女の出任せを信じかねない。それによって文子ちゃんのことを知られるのはできれば避けたい。彼女が本当に超能力を持っているという前提だが、もしかしたら道明寺先輩がいじって遊んでいる組織が興味を持ちかねない。そのためにもできれば編纂室の解任は避けたいところだ。この輪をどうすればいい？どうしたら切り抜けられるんだろう？間宮さんから切り抜けるには、ガチャン。ここは強引にでも。ちょっと聞いてるの？ヒッ。あ、左手の指が勝手に受話器のフックを押しちゃった。これは僕が悪いわけじゃない。悪いのは僕の指だ。うん。って、そんな言い訳は通らないだろうな。さっきの様子からすぐさま折り返してくるに違いない。もしくはすぐさま玉込先輩に電話を入れ、猛クレームを入れてくる。この状況の中、僕ができるのは彼女が取った行動が後者じゃないことを祈るばかりだ。さようなら。あんな怪異まともに相手にしてたら日が暮れちゃうよ。それから僕はたった一人で調査の続きを行った。その間数時間、幸いなことに電話が折り返してくることはない。ということは、玉込先輩に電話が行っている可能性が高いわけで。あー、どうしよう。あ、その時僕は受話器がきちんと置かれずに机に投げっぱなしだったことに気がついた。これじゃあ天下の間宮さんでも折り返すことは不可能だ。僕は受話器をそっと戻した。ひぃ、受話器を追い立つ段に電話って、まさか間宮さんは僕が出る前に何度もかけ直していたの？怖い、すごい怖い、まるでストーカーだ。でも出ないわけにはいかない。僕はごくりと唾を飲み込むと受話器を取った。もしもし、警視庁、編纂室です。ずいぶん長電話をしていたのね。携帯のスピーカーからは、一時的で落ち着いた大人の女性の声がした。式部さん？ああ、式部さんか。ひとみさんだ、ひとみさん。電話の主は、鴨根大学附属病院の式部さんだ。間宮さんじゃなくて、よかった。ほう。安堵のため息。何かあったの？いえ、何でも。どうされました？検視結果が出たんだけど、どうする？
もうですか？いくらなんでも今朝死体を発見してその日のうちに検視が済むとは早すぎじゃないか。僕もその道に詳しいわけではないけど。何事も早いに越したことはないでしょ。で、どうするの？はい、今すぐ行きます。じゃあ待ってるからよろしく。さすが式部さん。電話を切りや否や僕はすぐさま榎本さんに電話した。彼も一方を聞くと色めき立って鴨根大学附属病院に合流することに知った。僕は早速外出の準備を始める。パソコンの電源を落とすと上着を引っ掛けて編纂室を飛び出した。死因は心不全ね。あっさりそう告げる式部先生にあっけに取られた。心不全なんて結果報告も何もないようなものだ。つまり死因は心臓が止まったため。それに至る原因は皆目見つからないということだ。僕の気持ちを察したのか式部先生も困惑の表情を浮かべた。外傷は見当たらず出血痕もなしなのよ。強いてあげるなら老衰による自然死かしら。それじゃあのおびただしい量の血液は？榎本さんが慌てて問いただす。あれね、別人のものよ。式部先生もモヤモヤした気持ちを抱えているのだろう。頭をかきながら吐き捨てるように言った。気になったから一応鑑定したのよ、あの血液を。そうしたら何だと思う？もったいぶらずに言ってください。昨日発見された男性の血痕と一致したの。つまり今朝あの場に男性がいたってこと。ちゃんとした結果はもう少し待つ必要があるけど、と付け加えながら式部先生は書類を渡してきた。彼女が個人的に作った鑑定書らしい。それは僕にはさっぱりわからない専門用語でずらりと埋め尽くされていた。これだけのものを1日、いやわずか数時間で縮めてしまうことからも彼女の有能さが分かる。あ、まとめてか、ごめん。そこには負傷した人間が2人いた。あの場所における納得のいくストーリーを組み立てるならそうなるわね。そうか、その男は出血しながら老婆を殺害したということか。そういうことですよね、式部先生。榎本くん、話によると最初の血痕は致死量に相当する量だったじゃない。しかも遺体を損傷させずに綺麗に心臓だけを止める方法なんてあると思う？それに昨日も今朝も同一人物の男性が傷の手当てもせずに現場を訪れる理由は何かしら。治療することにより記憶が残るのを避けた。いや、じゃあローバーは凶器を持ってその男を刺した。その出血を見たローバーは驚いて心臓が止まってしまった。ならば昨日の時点でローバーは発見されるはずね。おまけに男がその場を離れる痕跡が見つかるはずでしょ。あ、こういうのはどうでしょう。榎本さんはなおもまた食い下がる。昨日の血液の持ち主の男とローバーは会っていない。昨日の男はあそこで大量に吐血した。しかもこれ以上床を汚す前と口を閉じてトイレを出た。今日訪れた老婆はその血液を見て驚く。そのせいで心臓が止まって血の海をのたうちまって死んだ。なるほどね。式部先生は榎本さんの推理にうなずいた。榎本さんは彼女を納得させることができたと思い胸を張るが、その刹那瞳の奥が鋭く光った。つまり昨日の事件で封鎖した後にあの老婆が侵入した。しかも血が乾燥せずに彼女にこびりついたということ。確かに24時間体制で人は配置しておりましたが。では老婆に付着した大量の微量な木片はどう説明するのかしら。それは無関係ということで。榎本さんが思いつく推測をどんどんほころびと矛盾に満ちてくる。それを感じているからこそ彼の顔には焦りが浮かんでいた。それも納得できないけど。ツイッと式部先生は僕たちの前に一歩踏み出す。榎本くんの言うストーリーはつまり両者事故。一件目の結婚は死亡に見せかけて実はそうじゃないけどね。あなたは実際この状況が事故に思えるの？榎本さんの表情が歪む。どうやらその答えは言わずとも語っているようなものだ。榎本さんはこれが偶然が重なり合ったただの事故とは思えないようだ。もちろん僕だって違う。これには事件の匂いを感じる。最初の結婚は男、文子ちゃんがその時見たという人物は花子さん。そして今日同じ場所で発見された遺体は身元不明の老婆。そのことは一体何を物語っているんだろう。ここは冷静に状況を整理する必要がありそうだ。おセルフクエスチョンだ後頭部。状況証拠からここで死体は最低2体あったと考えるのは妥当だ。1体は老婆、もう1体は一番最初の血痕を流出させたもの。その血痕は老婆以外の人物のものだよね。それは間違いない。何せ判別判定が男なのだから。ではなぜ失血した本人が見当たらないんだ。
誰かが持って運び去った可能性がある。実は死んでいなかった。実は死んでいなかった。誰かが運び去った可能性があるかな。その遺体を誰かが運び去った可能性がある。その誰かとは、トイレの花子さん。ああ、こういう結論がつけれんのか。トイレの花子さんか？ここまで行き着いた結論に自信が持てない。だがトイレの花子さんは男性の遺体からの返り血を浴びていて、その場面をふみこちゃんに目撃された。こうすればふみこちゃんの証言と概ね一致する。だとするならばふみこちゃんは犯人を目撃しているのだ。このままだと彼女の身が危うい。一体トイレの花子さんとは何者なんだろう。全ての謎がトイレに集約されているが、それが解明される気配すら感じない。私はただあなたたちの依頼に従って真相を探るのが本来の使命。ストーリーを組み立てるのはあなたたちの仕事よ。まあそりゃそうだわな。だからそのヒントをあげるわ。式部先生はビニールパッケージを差し出した。それを受け取ると僕らは顔をしかめた。くしゃくしゃにシワだらけになった写真だ。発見したときおそらく式部先生が丁寧に伸ばしたのだろう。あ、え、お父さんってこと？その男性って、あの、ふみこちゃんの家の家庭だよね。これどっから見つかったんだと思う？僕と榎本さんは顔を見合わせた。老婆の遺体？胃の中よ、胃の中。唖然とした僕らは再び写真に視線を落とす。このやや焦った色合いは胃液のせいということ？榎本さんも同じことを思いついたのか顔を青くしていた。老婆はこの写真を食った？どうして？ストーリーの組み方はあなたたち次第。どう？ヒントになった？難易度が上がった気分ですよ。ため息をついて何気なく裏返す。するとそこには手書きで何か書いてあった。鉄次10歳、文子8歳。割と最近じゃない？榎本さん、これって丸山家と関係が？どうやらなんとか前進できそうね。ずるいなあ。こんな証拠があるならさっさと出してくれればいいのに。あなたたちの目は節穴？節穴ってそれはまたひどい言い方だ。さっき渡した報告書に書いてあったじゃないの。書いてあったんや。僕と榎本さんは式部先生にお礼を言うと病院を後にした。あの写真から老婆が丸山家に関係があることは間違いない。榎本さんは引き続き老婆の身元を別の線から当たるという。僕はもちろん、文子ちゃんたちに話を聞きに行こう。彼女がこの時間にいそうな場所は、お昼でしょう。学校、公園って言いたさはあるよね。まあ、今回はここまでで終わろうかな。また次回この選択肢からやっていく感じでいきましょうかね。花子さん。いやー、これ、ゆうかちゃんの事件とつながりそうで、だいぶ面白いな。ってことは、羽黒薫本人が出てくる可能性もあるよね、これ。いや、めっちゃ楽しみだわ。また次回、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。